て少しお話をさせていただいて、ぜひ皆さんからいろんなご疑問の声、あるいは、今後どうしていったらいいんだろうというところのあたり等々含めて何でも結構でございますので、一言ずつもしお気づきがございましたらご意見いただけたらと思います。こちらの手元の資料ですね、お話をいただきながら今何の話をしているかというところを確認してみて、で、この12年間ですね、2008年から2020年ぐらいまで大体7万人ぐらいの18歳人口減少が起こってきました。2008年というと、工科大学はマネジメント創造学部、文化サイエンス学部という2つの学部を西宮北口、あるいは工大などに作った時でございます。でそこから徐々にまた人口が減ってきているんですが、この間ですね、私ども2つの学部を作りましたけれども、関西公立をはじめ多くの大学はかなりたくさんの学部を増設しました。まさにこの次を読んでですね、今しかないということで拡大に入ったんですね。その間、7万人の18歳人口減ではありますが、関西の例えば関西公立4校での定員増加の数は本校の1学期を上回っています。つまり、この、人口減に拍車をかけて、さまざまな大学の定員増がまさに起こって、受験生の獲得の競争が非常に激しくなったというふうに思います。大体進学率というのは 50% ちょっとなんですね。ですから、この18歳人口の減少ということに大体掛け算半分かけてもらった受験生減少が見えます。で、問題は今見るうちですが、ここからですね、私ども今呼んでおりますのは18歳人口激減の崖というふうにして、この急激にぐっと1回下がるんですね。でこの4年間で1回ぐっと下がって、またちょっとなだらかになります。でその後ですけども、そこからはもうどんどん下がっていって、でこれ2039年と書いてあるんですけど、これが湖南学園の120周年になります。少なくとも120周年湖南学園がこの時にまだまだ発展をしていく大学になっていなきゃなりません。またそれはもう確信してるんですが、その時代起こることは間違いありませんので、備えをしていくというのが今の時期というふうに思っています。でこれ兵庫県ですね、ちょうど全国の動きとほとんど同じような動きをしています。ところが福岡とかですね、一部はそれほど18歳人口に出らないんですね。ご存知のように福岡っていうのは非常に住みやすい場所で人気あるんですね。西宮っていうのも十分人気ありますけども、福岡は住みやすくていい町だということで非常に若い方が集まってきています。だから私自身はこの大学の将来像を考えるときに、ぜひ神戸の活性化、これを持っていなきゃならないというふうに思っています。この大学単独ではやはり限界がありまして、なぜ学生さんみんな京都へ行くのか、京都なんか学生町として人気あるんですね。だからやっぱ学びたい町神戸、そして、就職したい町神戸、住みたい町神戸、これをもっともっと出していかなきゃならない。これは湖南大学の使命でもある。なぜかというと、神戸がやはり活性化しないと湖南大学も活性化しないというふうに考えているからです。このあたりを今日中心に話していきたいと思います。で私どもは8700人ぐらい今あります。で、8学部があって、でこれは中井学長が今一生懸命進めています、人物教育のフレームワークということになります。会長もですね、一大決意いただきましたら、また大学で今学び直していただきたいと。これは週1回といえども2年3年受けただけで、もうヘトヘトやってこの間おっしゃっていただいてですね、これはそういう意味ではやはり今昔の授業で多かった一方通行の先生が黒板に書いてただ写してるだけの授業というのはあまり今ありません。みんなで話し合う、ワークをする、あるいは討論をする、そんなような授業です。単純な話、あそこに新しい同じような体験を取ってます。これも一つプラン、それでいいんだろうかということからですね、図書館また老朽化で次建て直さないといけない、記号館建て直さないといけない、じゃあ
10年、20年いたらどんなプランがあるのというのを今一生懸命検討しています。今のところですね、今のところブランドデザインが少しずつ見えてきて、まだ何も決定はしてないんですが、これはやはりきちっと専門家に入ってもらってということで、コンサルタント料もお払いしですね、鋭意検討し、複数プランを練っていくというところになります。広場がありますよね、人工芝の。あそこに体育館をもう新規で建てきて、そうすると、こっちの体育館を使いながら、潰さずに、新しい体育館ができたら、あっちを使い始めると。今度、そしたらさっきおっしゃっていただいた16名ですか、がリピートで、これ、お金一応いりますので、申し訳ありません。12万円必要です。で、宮川長の言葉を借りればなんですが、うちの大学の出身でない方が、そこに参加されてて、でリピーターになって、でその方から、話を聞かれて、宮川長も、じゃあ行くか、というようなことで、ということがあり、なんとそこには、サークルも出来上がったりとかして、なんですか、山は登れないんですね、高原は登らないの、トラッキングサークルみたいなのが出来たりとか。それは学生部に登録できるかとか言われて、学生部がええとかなったりいろんなことが起こったり、ちょっとこれ言ってしまっていいのかどうか分かりませんが、これはもう本当に感激したんですけど、70歳の女性の方がこの100年プログラムを受けておられて、今51名で移行してるんですけど、この中のお一人ですね、お孫さんがこんな大学に入学した、お孫さんには自分がこのリカレントの教育プログラムを受けてると言ってない、一度も言わない。それでずっと受けようとしてたら、メーカーでも困っておりますけど、マイコーナーっていうね、ポータルサイトがあります。履修登録が今、紙ではありませんで、みんなパソコンでやるんで、それがなかなかできるわけですわ。で、困ってしまって、で、いろいろやろうと思って、一時でやってたんですが、どうしてももう果てて、子供さんに高校でな、私向けとんねん。で、バイト料払ってね、ちょっと教えてよみたいな話で。それは、孫さんも、親切に本当に教えてくれて、でそこから話が随分弾んで、なんか孫とあんまりもう大学生ですからね、あんまりね、小さな孫さんの時はね、もうああって言ってたんでしょうが、話してなかったのに、いっぱい話できるようになって、なんかとても幸せですみたいな話を、この地域センター、リカレント教育センターの事務室に来て、わざわざそれを話しに来てくださったっつって、なんか職員のみんな盛り上がってました。でこういうマルチステージ大学って言いますけどね、若い方の授業に、三宅会長が入って、若い方びっくりしますよね、普通ね。でも、実は面白かったりするというか、この普通に、学食に普通に並んでいただきますんで、これ電子マネー、電子すんねんみたいなこと、パッと聞かれるんで、みんなびっくりするんですけど、これがだんだん普通になってくる。もうこれがこんな中に今の、少しずつ動いている状態でございます。なので、皆さんから質問いただきたいと思います。私、大学院の時に、授業にですね、がなかったので、なぜかと言いますと、先輩から、平尾先生の教え知ってるかって言われて、特育タイプ、チームで、特育を学ぶのは部活やから部活を取ったらいいみたいなこと言われて、それにすごい絞られたと思われております。あんまり勉強してなかったんですけど、大学院を出て、なんとか、いったなっていうイメージ。いや、もう、そこはこの話です。皆さんの方から、ご質問をですね、いただけたらというふうに思っておりますので、大学の、理系の今後の構想についてなんですけど、学生がなんかワクワクするようなそのオープンキャンバスに行ったときに、うわ、湖南大学ってもう未来やんみたいな、そういう思ってもらえるような、なんか、構想ってあるといいと思うんですけど、何かすでに構想をされていたり。やっぱりワクワクする研究テーマを持ってで挑んでいく、そこが理系の醍醐味なんですね。でその中のやはり深いところに入っていくっていうのが大事ですが、やっぱ幅も広げるっていうところができるといいなというふうに思います。その中で実験なんですけど、やっぱり実験って醍醐味ですよね。だから自分で実験装置を設計して、そしてデータを採取するための例えばプログラミングをやって、でそのデータが出てきたビッグデータを解析する、そういういわゆるデータサイエンスの力を持っているというような
基盤のサイエンスリテラシー力が圧倒的につくっていうのが、まあ、例えばうちの理系だっていうふうに言いたいんですね。でその中にもう一つは教育 DX の話をしました。ビヨンド 5G の話をしました。例えば草壁先生が海で実験をホヤの実際の生育について調べに、海洋に出ていく。でその実験状況が壁一面の画面に出てきて、まさにこのライブの教室にいる皆さんが海にいるのごとく実験につける、そんな臨場感があるですね、場というのを一つに限らないで広がりを持った場で、実験ができる、そんな姿を一つ今描きながらやってて、具体的にはファーストと理工のサイエンスラインコモンズと岡本の教室はまずつなごうよということで、いちいち移動しなくてもファーストの実験がこっちから見える、あるいは理工の実験がファーストで なかったかもしれないですよってまずそれをやりたいっていうのが今構想しているところです、はい、ぜひそういうところにまた何かご注意いただけたら一緒になって参加いただけたら、はい、ありがたいと思います。学校には行ってたんです。まあゴルフばかりをしてたんですけど、なんかコーナーっていうのはなんか空気感が非常に好きでして、まあそれはまあ生徒や学校が醸し出しているものだと思うんですけど、マッチを降りたとしたらなんかそれは感じてたんですが、最近まあ行かせていたら学校が非常に変わって、また空気感も良くなってるなと思ったんですが。なんか街はちょっと変わったなという印象を受けたんですけども、何か街での変化があったり、なんか飲食店もちっちゃいお店が減ったのかなというか、なんかワクワクする街だったようなイメージがあったんですが、ちょっと違うかなと思ったんですけども、ね、いや、これちょっとね、いろいろあるチャレンジとかありますが、まあやっぱコロナの影響っていうのはかなり効いてますよね。でその前にも岡本商店街さんともいろんなことを一緒にやってたりしたんですが、やっぱりいろんなことが起こってしまいというところから少し、まあ、やってるのかなというところもあって、で街の中のというおっしゃった商店街の中にもいろんなそのお考えの方もなかなか一丸になれない、もったいない。それとその書店のまあ本当に一つずつの店が特色を持ちになってて、でこうあるいは町の皆さんもまああそこ文京区ですのでパチンコもありませんし何もないんですけど、ね、非常に豊かな感性という町なんですね。ところがフランチャイズ化した店とかあるいはマンションがズドンっていくとか、まあ、そういう中で少しずつその変わってきてる。気はしますね。で学生さんがそこ対立しなくなるんですね。そこもったいない、ね、だからやっぱりもっと学生さんと一緒になってバイオリバイオリ活性化してる街、でそれをもっと広げると三宮っていうのももっと学生が行ってもいいのかなっていうふうに思ってまして、大阪ばっかり向かうんじゃなくて神戸に行く、これをもっと言うと過去が持ってやらなきゃと思ってまして、これちょっと残念な今コロナでまだ完全にエンジン全開できないんですけど、その準備を今一生懸命やっているというふうに言ってくださった。ただでもご指摘の通りだと思います。外が岡本町でもこの間評議会でもこういう話をしたら、ご覧の通りキャンパスだけグランドデザインしないで岡本全部やれみたいなそういうことをおっしゃればと思って、もうそのもので、でも私たちは全部できるわけではありませんが、町の皆さんと一緒になってやる、そのぐらいの気概でいきたいなというふうには思います。今特に神戸といった地域プラットフォーム構想がありまして、でそれを懸命に本国にやりたいというところです。またぜひ協力をしていただければ。ありがとうございます、はい、すいません、昭和60年あ62年法学部の岩崎と申します。先ほどのお話の中にもあったんですが、まあ、社長の人数とか、
私は函館市役所で働いておりまして、昭和62年当時、まあ、男女の1回ができてスタートぐらいだったんですが、当時市役所2300人ぐらい職員を持ったんですが、当時我々役所の中で講談会議とかありまして、ここで大体20人弱ぐらいしかいなかったんですが、現時点で大体80人程度の職員が、この大手の職員がいるんですけれども、まあ、全体の職員1700人ぐらい減った中で比率は上がっているというふうには感じておるんですが、一点その景気就職の氷河期なんかだとほとんど高難度の採用できてないか合格してきてないんです。で、就職状況が良くなるとやっぱりたくさん入ってくるっていう現状は実態がありまして、やっぱり高難度の職員、優秀な職員も多いですし、地方のやっぱり市役所もどんどん入ってきてほしいって、やっぱり人材がなかなか厳しい時代ですので入ってきていただきたいんですけども、まあ、公務員に対する就職のサポートとかどういう形になっているのかなと思います。はい、はい、もう本当にただ、実績はですね、やっぱり去年コロナの時もむしろやっぱ公務員志望者が多くてですね、現実の数もそれなりに去年確か一番多かった時、今年も今年というかこの3月卒ですけども、それなりにはあります。ただどうやってるかっていう中で一つの今目玉に置こうとしているのが、法学部にですねアドバンスゼミっていうのを作りました。でこれはさっきのプレミアプロジェクトにも入ってるんですが、まあ、予算ちょっとまあここが YouTube 出せないことなんですが、1年のいやもういいですか すごく理事長の今日の講演の僕気になったのが動きいうんですか、これからこういうこうどういうか喋り方をせなあかんのかなと、なんか引きつけますよね、引きつける動作が大きくて、でなんかテーブルに置いた原稿を読むんじゃなしに手足を動かしながら、本当素晴らしい熱演でした。ありがとうございます。ちょっとお願いみたいなのがあるんですけど、実は私のこれ大きな YouTube の自慢なんですけど、先だって平田織田さん、県立専門豊岡で1年目をちょうど迎えられて、でインタビューしたいんですけど言うて申し込んだら、なんと応じてくださって、でまあリモート僕東洋館まで行ってもよろしいよって言うとってんけど、リモートで結局30分間お話ができて、ちょっと残念やったんが私の質問が途切れてもて、時間本当は25分ぐらいで終わっちゃったんかな、ちょっとぐらいオーバーできるような質問を投げかけたらよかったんですけど、そこまでなかなか私の知識がなかった。ただまあ素晴らしい学長やなというふうに思いました。で実は私も今テーマが日々日常なんですね。で私の日常をアップすることによって同年代、特にリタイアした後の人たちの人生に何かプラスになるような動画を撮りたいという思いで動画をアップしたんですけど、今学校へ通わせていただいて学校生活を撮りたいんですけど、なかなかその理解職員もそうやし先生方もそのなんか YouTube に対する理解度がもう一つないんかどうか、非常に難しい面があるかも分からないんだけど、なんかもう少しこのできるだけ職員も先生方ももちろん制限はある、いろいろかけたらええと思うんだけど、もう少し前向きに捉えてやって
やったってくれというようなことを理事長から一言言っていただいたら、はい、まあ、これはもう良い痛みに我々はやってるところがあるもんですからついそうなるんですけども、今一生懸命若狭課長中心にですね、上半身のガイドラインをちゃんと整備しようとしてます。ああ、そうですか。でそういうのがなかったもんですから、もう各自の会社部によって、まあ、こういったなんですけど、めちゃくちゃされる先生方もおられまして、ですからやっぱり今今日もお話ししたけど、個人情報の点っていうのはものすごいセンシティブになりまして、で罰則規定も随分整備されまして法律も変わりました。ですから、まあ、どういう形でやれるか、でそのガイドラインを今県民に作ってますので、あ、まあ、本人の合意とそれからやっぱり事前に広報局にお持ちいただいて、チェックをするなり見てもらうとかですね、まあ、そういうことも含めてなんとかそのルールでやっていけるしたいと思ってますので、ちょっとお待ちいただいて、はい、今なかなか誰に聞いてもどうしているのかっていうのがすぐ多分浮かぶなりもありましてですね、まあ僕新風を吹き込むそのつもりで、もう、ね、なんですね、すぐね、もういろんなところからねすぐ来ますんでこれ何やーみたいな、もう本当にすごい時代だなSNS の怖さっていうのも三段の目になってます。ちょっとそのあたりはぜひ、はい、ちょっと預からせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。日々日常が大事ですから、そこは本当にも経験いたします。はい。まあ、ちょっと伸びました。ありがとうございます。長時間やってくれてありがとうございました。はい。ありがとうございました。本当に、でも大変皆さんから今それぞれにご意見いただいたので、なんか久しぶりで。勝手に喋って勝手に帰ってそれ結構多いのです。講演は予定の30分を大幅に上回り50分に及びました。そんな理事長の熱弁に応えるように会場から質問もしっかり出ました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。